カメだ。カメ。あ、かわいい。かわいいね。あ、コイだ。あ、カメこっちにもいる。え、あっちにもいるよ。あ、タイ。タイじゃない、コイ。え、ママママ。今日は母と地元の公園にランニングに来ております。銀行強盗をする直前の人のような万全の日焼け対策で母と休日ランニングです。母はカメにコイに餌をあげています。野生のカメがこんなにいるってすごいね。釣って帰りたいね。カメ釣りしたいね。野生のカメ連れて帰っちゃダメ。かわいい。え、すごいよ。こんなにいっぱいカメいるの、勝負公園って。すごいね。わーい。カメは？いた。カメ。カメ。後ろ、後ろ。カメ、後ろ。あ、カメが沈んじゃう。あ、コイに流されて。カメがコイに流されて。あんまりこっちにあげるとさ、うん、後ろ下行ってるからこっちにあげる。こっちだぞー。カメ。あっちにあげる。タイにあっちに行かせてる間に、うん、タイじゃないの。コイにあっちに行かせてる間に、タイ、タイじゃない、コイ。その間にカメにあげるんだ。カメ食べろ。あー。かわいそう。カメごめん。一回ね。うん。向こうに行くの。おびき寄せず。よく来るんですか？カモメも、カモメ？アヒル？アヒルもこれ食べてくれ。カモもこれ。携帯落とさないでよ。携帯落とさないでよ。食べた。シャレ？シャレ？あ、ね、見て色が変わってる。あれもアヒルだっていうのかい？え、オスとメスで違う。え、そうなの？こんなに違うの？あ、ヘイ、カメ。あ、やばい。タイがこっちに来た。痛いし。カメ、上を見ろ。カメ。こんな感じで鈴木家の休日でした。あのショートのやつであげようかな、YouTube。あのちっちゃい子にあげようかな。持ってんの？あと1個。カメ様、カメ様。行くよ。行くぞカメ様。えい。危ない、携帯投げちゃうとこだった。逆に携帯投げちゃうとこだった今。やめとこ。バイバイカメ。本当だ。コイの餌販売中。100円？パンも売ってるよ。梅ラッシーだって。梅ラッシー。本当だ。自家製の梅シロップ。かわいいね。取って取って。あ、でも取っちゃうとこれでお金支払えないんだ。人気らしいですよね。なんかドンキホーテとか行くとあるんですけどね。あるんですか？なんか都内のドンキホーテ行ったらありました。あ、そうなんですね。はい。あとあそこもありました。マラージュの方のツタヤス店。地元紹介。はい、ありがとうございます。夢らしい、いいですね。天気もいい。いただきます。おいしい。リンゴ酢みたい。おいしい。みんなも程よい運動をしましょう。